ンチや闇営業の疑い。台湾プロ野球、楽天モンキーズの前ゼネラルマネージャー、GM、だが、専属のチアリーダー、楽天ガールズのメンバーを球団に無断で商業イベントに参加させていたと1月31日に台湾メディアが報じた。違法な利益を得ていた疑いがあるとして、台湾当局が捜査に乗り出し、メンバーの4人も聴取したという。球団の全トップとマネージャーも実質闇営業に関わっていたとなると防ぎようがないし、とんでもないこと。もう見れなくなるんか？台湾球界やべえな。こっち目当てで球場に足を運んでる人多いやろ。前も動画見るの好きやから見れなくなったら悲しいで。一回八百長で滅びかけたのにまたこんなことやってるのか。台湾球界もいろいろあるわね。三木谷野球嫌いになってそう。